さあジャック VS 闇遊戯、ほう、さあ一体どのデッキなんでしょうか。天才同士の対決を見ていきましょう。俺に勝てるというのならかかってくる。いやー本当に天才しかおらん、マジで。本当にこの対戦ほど天才しかおらん。俺とゲームをしようぜ。デュエル、俺のターンだ。カードを見せるぞ。やっぱりね、あの環境外デッキ選手権ってやっぱ神ゲーなんですよね。本当にね、ランク戦しか遊び場がないと、困っている皆さん、よかったらぜひ竜の幹部会のご加入をお待ちしております。さあ引き換えのピラミッドの効果、引き換えのピラミッド、なんだこれ。強い、このカードはフィールドに光のピラミッドを存在する場合、500ライフも払って、手札から特殊召喚できる。ターンエンド。このカードは召喚特殊召喚した何攻撃ね。へえ、なるほど、やばい、奇跡が起きた。ピラミッドリッキア、最強のピラミッドリッキア。気持ち悪いこいつ、気持ち悪いこれ。いつのカードだよこのピラミッドって。強えなっていうか、ドローセンスハイレベル、やばい、バチクソ強え。いや終わるんじゃない、デュエル。うわ、イタカの暴風来た。さあイタカの暴風で相手のモンスター横にしていく、強い。さあそのカードはなんだ、スケボの選手。さあ反転しようか。炎陽鳥ウィルプス来た、炎陽鳥ウィルプス来た。出た、デュアルモンスターですね。デュアルモンスター、え、なんで攻撃表示、なぜ攻撃表示、え、大丈夫、なんかぶち殴られるけど大丈夫なのかな、これ。さあバトルフェイズ来た。さあアンドロスフィンクスでぶん殴られていく。1500の大ダメージ、うわー、すげー、デュアルホールド。サイド召喚されたデュアルモンスターが戦闘で破壊された時、相手フィールドのモンスターを全て破壊する。すげえ、炎陽鳥ウイルプスからのスーペルプス、強い。カウンターゲート発動。ただし言うてあれだぞ、ピラミッド側もこれまたドローセンスハイレベル使ってるから出てくるぞこれ。さあ500ライフを支払って、さあまたスフィンクスターテイレイヤー。え、誰やお前。このカードは特殊召喚できない。自分のフィールド上のスフィンクスが落ちたモンスター1体をリリースした前に特殊召喚できる。このカードはフィールド上に表が表示されたとき、地属性モンスターが反対召喚に成功したとき、相手ラゴに1000ダメージを与える。誰やお前、守備力高っ。4000超える、遊戯さんこれ4000超えれます、あなた。守備力4000超えられるのはアドバンスセット、アドバンスセット誰。さあスーペルミスを、特殊召喚していく。誰だよマジで、これ横4000超えられないっていう説あるの。ドローセンスでハイレベルってもう一回使えるよなこれ、ライフ減ったら。さあ誰やお前、灼熱王パイロン、マジ誰、強っ、何これ。一旦一度自分のメインフェイズ時に相手ライフに1000ポイントのダメージを与える。なんか燃えてんな、キャンプファイヤーしてんのかこの人。キャンプファイヤーデッキ来た、キャンプファイヤーデッキ来ました、キャンプファイヤーデッキ。ひたすらにキャンプファイヤーをして1000ライフポイントのダメージ。ちょっと待って、強いマリオ。天才的なんだけど、強すぎて草。灼熱王パイロとかどっかで見つけてきたんだよお前そのモンスター。さあ勇気20代 VS 天上院騎乗員アスカキララ選手、よろしくお願いします。3倍。さあアスカ、お前とこうしてデュエルするのはほんと久しぶりだよな。何ニヤニヤしてんだよ、行くわよ、行くわよ。ちなみに皆さんは遊戯王キャラクターで誰が一番好きですか、あの女性キャラクターの中で。コンバートコンタクト強い。僕はあれですね、ネオスペーシアングローモス、あの映画版のあのアンズですね、
ダークサイドオブディメンションズのあのアンズエロすぎる。さあグローモスの効果サテライトキャノン出た出ました。サテライトキャノン、さあサテライトキャノンとかいう劇的にやばいモンスターをアドバンス召喚していく。さあサテライトキャノンの効果、このモンスターはレベル7以下のモンスターとの戦闘では破壊されない最強。そしてエンドフェーズごとに打点が1000ポイントずつアップしていく。さあグローモスはバトルフェーズ、でひたすらに殴っていく。でモンスターが出たらバトルフェーズを終了する、つまりエンドフェーズになりますね。融合解除、そしてトラップカードだったら守備表示になる、魔法カードであれば直接攻撃できるようになると、まあ、そういった効果を持っております。さあ一体全体どういう、まあ、デッキ破壊とかね、ああいうデッキによく入っているっていうモンスターのシャインエンジェル、やばい。さあそろそろグローモスを突破しておかないと。おっと、よ、来た貴公子ヤタロミサキ。さあヤタロミサキ効果発動し、ヤタロミサキの効果でモンスターをアドバンス召喚していく。さあサテライトキャノン、圧倒的サテライトキャノン盤面。さあサテライトキャノン盤面が出来上がっていく。さあまずは一発ぶん殴っていくグローモスの効果、トラップカード守備表示になる。さあグローモスを突破することができた。さあサテライトキャノンは打点がゼロになって、でまたエンドフェイズごとに1000ポイントずつアップしていく。これやばすぎるだろ、やってることやべえな、なんだよこの盤面、この盤面やばすぎるだろ。さあカードを1枚セット、さあカードを1枚セットしていく。さあカードを1枚セット、さあカードをセットしていく。さあ打点がどんどん上がっていくぞ。さあ次のターンぶん殴られたら死ぬぞ。さあ次のターンぶん殴られたら死んでしまう。大丈夫か、大丈夫か。20代サテライトキャノン、サテライトレーザーが出てくる前に死ぬんじゃないか。ターン終了、大丈夫か、死ぬぞ君。さあ一体そのモンスターは何でしょうか。ゲットライド、ゲットライド、墓地の強化 CM がヘビーアーマーをサテライトキャノンに装備することによってそのモンスターは対象に取ることができなくなる。最強すぎる。さあサテライトキャノンの効果によってどんどん打点が上がっていく。サテライトキャノン育成化計画がどんどん進んでいます。すごいねこの場面、なんかエヴァンゲリオンみたいな場面やってんな。なんかヤシマ作戦かなんか展開してるこれ今、これすごいなこの場面。やばい場面になってんなこれ、かっこよ。バトルフェーズ、さあぶん殴っていく。死んじゃうぞそれ、死んじゃうぞ。おっと空気読んだ、おっと空気読んだ。さあトール選手空気を読みました。さあここで空気読んでいく。さあ秋吉選手ここで手札7枚やりますからね、なんとか動いてほしい。究極の力を解き放って、何超融合を手札に加える最強スキル、超融合、相手の相手のモンスター3体を阻止し融合召喚だと。融合解除、どうなるのこれ、どうなるの、うっそ、天才すぎるだろ。魔法石の採掘、手札を2枚持ちよくて超融合を回収していく。あれ超融合って大事だよね、ターン1ない、超融合は大事がない。おいやばいこと起きるぞ、これしかも融合解除ってデッキ戻してるよさっきのモンスター。おいこれやばいこと起きるぞ、融合解除2枚あるのか。トール選手、トール選手融合解除は2枚あるのか。超融合の効果によってもう1回融合召喚されるぞこれ、せっかく頑張ってらっしゃサテライトキャノンがなんと超融合の餌食になり、お前とお前で超融合、お前とお前とお前で超融合、やばいこと起きた、やばいこと起きた。
めちゃくちゃ頑張って出したサテライトキャノンパクって有効されてるんだけど、あの人やばいこの人。ちなみにサテライトレーザー X06S バルサムは貫通能力を持っているぜ。ちなみにエンドフェーズごとに攻撃力は3000ポイントずつアップしていくぜ、毎ターンな。さあその守備機欲しいモンスターはもちろん貫通させることができるぜ。サテライトレーザー X06S バルサムの効果は来た。レーザーキャノン砲貫通するぜ。そのモンスターは見てやばい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 。さあトール選手、さあトール選手シャインエンジンの効果でリクルートしてくるが、もう強化 CM がヘビーアーマーくらいしかリクルートしてくるモンスターはいない。さあリミットリバースを発動。リミットリバースの効果によってサテライトキャノンを特殊召喚。サテライトキャノンはレベル7以下のモンスターとの戦闘では破壊されないという効果を持っているが、なんとサテライトレーザー X06S バレタムはレベルが8、つまり戦闘破壊されてしまう。あ、 DNA 改造手術の効果によって魔法使いが選択され、ゲットライトできず、ゲットライトできず、強化CM がヘビーアーマーは機械族モンスターにしか装備できないため魔法使い族にされてしまうと、サテライトキャノンが装備できない。これは厳しいか、これは厳しいか。トム選手、さあモンスターをセットするしかない、モンスターをセットするしかない。サテライトレーザー X06S バルサムは貫通能力を持っている。さあこれは厳しい。トム選手どうする、これは厳しい、なんという展開。さあサテライトキャノンで打点1000アップするが、時すでに落とし、時すでに落とし、もうすでに3000とかいう劇的にヤバいモンスターはレベル8のためサテライトキャノンを戦闘破壊してしまう。嵐だ。さあ嵐の効果によってリミットリバースとセカードを破壊され、ゲットライトとリミットリバースが破壊されたことによってサテライトキャノンがぶっ殺された。さあネオスペシアンエアハミングバードを召喚していく。さあ、黒木森のミッチで貫通ダメージが1800。さあ黒木森のミッチの効果を発動し、強化 CM がヘビーアーマーを手札に加えていくか。さあ今さらこれは厳しい。残りライフは950。さあサテライトレーザー X06S バイサムの打点がまた3000にアップしていきます。さあ融合の使い手、ほう融合の使い手で、ね、本当はこれで融合したかったんだろうな。あと融合解除だ、融合解除。しかし一回リミットリバースで融合召喚、融合召喚に使った素材としてサテライトキャノンが、融合素材としたという情報を失っているため、サテライトレーザー X06S バルサムを融合解除してもリミットリバースを使ってしまった結果として、融合解除でモンスターを呼び戻すことができない。これは厳しい。トール選手圧倒的プレイングミスター。さあネオスペシアンイヤハミングバードでライフポイントを回復し、ネオスペシアンキモイルカを召喚。さあキモイルカの効果によって相手の手札を破壊し、さらにバトルフェーズ、アクアドルフィンでダイレクトアタックで決まっていく。よくもやったわね。次は負けないか。俺からもお前に言うことがあったんだ。ガッチャ、久しぶりに楽しいデュエルをありがとう。ですか。天才すぎるだろ。やばいこと起きた。